行くぞ、ドロー。俺はサイバースガジェットを召喚。このカードの召喚に成功した時、墓地からレベル2以下のモンスター1体を守備表示で特殊召喚できる。蘇れ、ドットスケーパー。現れろ、未来を導くサーキット。アローヘッド確認。召喚条件はトークン以外のモンスター2体。リンク召喚、リンク2ファイナル操作です。サイバースガジェットが墓地へ送られたことで効果発動。ガジェットトークンを特殊召喚。さらにドットスケーパーの効果発動。フィールドから墓地へ送られた時、自身を特殊召喚。これでアンノーンのフィールドにモンスターが5体。あとはサンダークラッシュと激流蘇生を使えばゴーストのライフはゼロだ。続いてリンク召喚。召喚条件はモンスター2体。リンク召喚、リンク2プロキシードラゴン。大丈夫か。モンスターの数が減ってしまったぞ。続けてファイナルソーサレスを素材にリンク召喚。現れろ、リンク1セキュアガードマン。行くぞ、火炎地獄を発動。相手に1000、自分に500のダメージを与える。血迷ったか。これで貴様のライフはゼロだ。アンノーン。この瞬間カウンタートラップ、リンクリスタート発動。自分にダメージを与える効果が発動した時、そのカードを無効にして墓地からリンクモンスター1体を特殊召喚する。復活せよ、ファイナルソーサレス。これで5体揃った。ここで魔法カードサンダークラッシュ発動。自分フィールドのモンスターを全て破壊し、1体につき300ダメージを相手に与える。まずは1500のダメージ。さらに水属性の C アーカイバーが破壊されたことにより、トラップカード激流蘇生を発動。破壊されたモンスターを全て特殊召喚し、1体につき500のダメージを与える。復活するモンスターは5体。2500のダメージを与える。あと少し。まずい、行くぞ。